フェドール・アンドレイフは、ロシア・モスクワ出身の男性フィギュアスケート、アイスダンス選手で、モデル兼、プロレーサー。1999年、JGP ファイナル3位。母は、フィギュアスケートコーチ兼振付師のマリナ・ズエワ。妻は、ソチオリンピックアイスダンス金メダリストのメリル・デイビス。ミシガン大学のロススクール・オブ・ビジネスを卒業している。 2017年7月にソチオリンピックアイスダンス金メダリストのメリル・デイビスにプロポーズをした。2019年6月にフランスのプロバンスで結婚式を挙げた。ロシアのモスクワに生まれ、やがて家族と共にカナダへ移住し、スケートは8歳の頃に始めたという。長らくコーチは、養父・アレクセイ・ジェトベルヒンが務めた。1996年に、 初めての国際大会であるトリグラフトロフィーノオビスクラスに出場し優勝。翌1997年にはトリグラフトロフィージュニアクラスで優勝を飾り、1997から1998年シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。ISU ジュニアグランプリに参加した最初の2シーズン表彰台に上ることはなかったが、 1999年、カナダ選手権、ジュニアクラスで優勝し、翌1999から2000年シーズンの JGP チェコスケートと JGP ハーグで2大会、連続優勝を果たした。初出場の JGP ファイナルでは3位となり、頭角を表した。2000から2001年シーズンから、シニアクラスに完全転向し、ISU グランプリシリーズに参戦。 2002から2003年シーズンのネーベルホルンハイとカナダ選手権で3位となったものの ISU グランプリシリーズで表彰台に上ることはなかった2003から2004年シーズンにはアメリカのジェニファー・カークと組ペアへの転向を図ったが競技会へ参加することはなかった2004から2005年シーズンカナダ選手権で6位となり2005年4 大陸選手権への出場を予定していたが危険。これを最後に一時スケートを離れた。スケートを離れた後、モデルやプロドリフトレーサーとして活動したが、2007から2008年シーズンより、再びフィギュアスケート選手として復帰。2008年カナダ選手権では8位となった。2010から2011年シーズンより、アイスダンスに転向。ロシアに移籍し、 ヤナホフロアと組ゴールデンスピンに出場して5位となった。2011年9月に引退を発表。A.B. メリル、デイビスフェードレイブ、S. ウェディングはズウェイ、プロバンソルドリームハット http コロンスラッシュスラッシュリアドット ru スラッシュフィギュアスケーティング、2011927、4億4451万4108、h t m l ファイ。 ありがとうございます。